30人もしくは40人くらいの中でどうしても出てきてしまうので、はい、そういう選手にカップ戦でチャンスを与えるっていうことで、まあ、そこでの普段リーグ戦出てる。さあ左エンドホーム横浜 FC、 右エンドアウェーの浦和レッズ。前半はホームチームのキックオフで試合が始まりました。酒井のパスです。間で受けました伊藤。坂本と長谷川が準備して逆サイド、秋元のヘディング、斜めに揺さぶってきました浦和。マイナスに浮き球、マテウス・モライスのクリアを拾ってチャンス、岩岡パスにコースを変えた、最後は安井のヘディング、クロス入れた、攻撃ですね。浦和もすぐプレスではなくセットしてからプレッシャーを伺ってます。おさあ入れ替わった山下打つ、これはでも正面でボールをキャッチしました西川。吉野です。フリックユーリララ、近藤のパス収めて坂本が打ちました。これは大胆にペナルティーボックスの外から狙っていきました坂本です。近藤は晒して、まあ、前もイメージした置き方をしたんだと思いますがボールが流れました。あ、これで前半終了の笛が鳴りました、チャンスらしいところまでっていう場面は作れてたと思うので、はい、その回数と精度を高めたいっていうところもあるんじゃないですかね。さあ後半が始まりました。興梠を落とした、関根粘った、大久保を見た、利き足で晒す、縦いく、打ってきた、これはブローダー選手のいでコーナーキックで、大久保今日初めてじゃないですか縦仕掛けたの、はい、非常にいい仕掛けでしたし、あとはねブローダー戦もね素晴らしいセーブでしたね。さあ前半もチーム最多の走行距離を記録しました林、平行のパスマルセロヒアン、井上シオンが打ちました、コース変わった、伊藤ブロック、そのボールが結構際どい、ここまで運んできた作りが良かったのと、あとはなんといってもね、ここマルセル・フィアンがしっかりキープして前向きな味方を使ったっていうところがね、はい、シュートまでつながりましたよね、はい、さあこれで試合終了の笛が鳴りました。決着がつきませんでした横浜 FC 浦和レッズの一戦、ゲームは0対0の引き分け。